スム、または、RS-25 は、ロケットダイン車が設計、生産する再使用型液体燃料、ロケットエンジンである。スペースシャトルのオービタ後部に3機装備されていた。初期設計は1972年。スペースシャトル計画では、四4 6機のスムがあり、3機が1回の打ち上げで、使用された。シャトル退役後も NASA は14機から16機の、 ブロック2のスムを保有しており、これは後継機であるスペースローンチシステムで使用される計画である。スムは液体水素と液体酸素を燃焼することで水力を発生させる。スペースシャトルでは外部燃料タンクから液体水素と液体酸素を3機のスムに供給して水力を得て、さらに固体燃料ロケットとオービタルマニューバリングシステムからも水力を得る。 それぞれのエンジンは離陸時におよそ 1.8mn または40万リッター BF の水力を発生する。エンジンの被水力は真空中で453秒、海面高度で363秒で、噴出速度はそれぞれ秒速4440メートルと秒速3560メートルである。スムの質量は全体で約3.2トンである。スムは 極端な温度差の下で運転される。液体水素は低、摂取253度で液体酸素と燃焼すると、鉄の沸点よりも高い摂取3300度に達する。それぞれのエンジンは、毎秒1340リットルの推進剤を消費する。もしエンジンが液体酸素と液体水素の代わりに水を消費したら、 平均的な水泳プールに相当する量を75秒で排出する。外部燃料タンクからの燃料と酸化剤は3、系統のラインによってそれぞれのエンジンに供給される。スムの燃焼の際の水素と酸素の質量混合比は1対6となっている。酸素水素イコール水の化学反応を完全に行わせる場合の水素と酸素の質量混合比は1対8であり、 すむの質量混合比は水素が多い。これには二つ理由がある。一つは完全燃焼させてしまうと燃焼室の温度が上がりすぎて耐えられなくなるので水素を余分に供給することにより温度を下げるためである。二つ目は水深剤としては排出されるガスを100%水蒸気ではなく水素ガスを混ぜて軽くした方が噴射速度が高くなるためである。 特に、スペースシャトルの構成は、個体ロケットブースターを第一弾、スムを持つ本体を第二弾と見ることができ、そういった構成では二弾目を非水力重視とした方が有利である。スムは、初期型のスム以降、フェーズ2、ブロック I、ブロック i や、ブロック2と信頼性、整備性を向上するための改良が行われており、2001年からは、 ブロック2が使われるようになっている。期間後、3機のエンジンは、機体から外されて、スペースシャトルメインエンジンプロセッシングファシリティで、整備され、分解、検査、必要な部材は交換され、再組み立て、燃焼試験が行われ、次のフライトに備えられた。エンジンの主要な部材低圧酸化剤ターボポンプは6段のタービンで駆動される、液体酸素を送る。 軸粒子機ポンプである。液体酸素の圧力を0.7から2.9運波に加圧する。ルポップから高圧酸化剤ポンプへ供給する。エンジンの運転中高圧酸化剤タービンはキャビーテーションを発生せずに高速で運転され、加圧する。ルポップはおよそ 5150rpm で運転される。ルポップはおよそ 450x450mm で 水深材の配管に接続され、オービターの構造体によって、所定の位置に指示される。高圧酸化剤ポンプは2台の単弾の延伸ポンプが、共通の軸に設置され2段の高温ガスタービンで駆動される。主ポンプは、液体酸素を2.9から30ンパまで加圧し、約 28,120rpm で運転される。ハポップから突出した流れは複数に分岐する。 一方は、ルポプのタービンの駆動へ、もう一方は、主酸化剤弁を通過して、主燃焼室へ、別に酸化剤熱交換器へ、完結的に少量が送られる。液体酸素の流れは、イフロー弁を通過して、熱交換器へ入り、液体酸素が気化するように加熱される。熱交換器は、ハポプタービンからの排出ガスによる熱を使用して、 液体酸素からガスに変える。生成した酸素ガスはマニホールドへ送られ、外部燃料タンクの液体酸素タンクの加圧に用いられる。また、ハポットに段式プリバーナーポンプを経て、液体酸素は30から51インパへ加圧される。そして酸化剤プリバーナーの酸化剤弁を経て、酸化剤プリバーナーへ送られ、もう一方は燃料プリバーナーの酸化剤弁を経て、 燃料プリバーナーへ送られる。ハッポプは約6 0 0 x 9 0 0、mm、トルで高温ガスマニホールドにフランジで設置される。ハッポプタービンとハッポプポンプは共通の軸に設置されている。タービン部の燃料リッチの高温ガスと主ポンプ内の液体酸素が混ざることは事故につながる。これを防ぐためにエンジンの運転中は2つの区画は常時。 MPS エンジンによって供給されるヘリウムで、加圧された空洞によって分離される。二つのシールによって、空洞内への漏れを最小に抑える。一つのシールがタービン部と空洞の間にあり、他方がポンプ部と空洞の間にある。この空洞のヘリウムの加圧が喪失した場合、自動的にエンジンが停止する。オービター種推進システム燃料の液体水素は、 遮断弁から、オービター内に供給される。3機のそれぞれのエンジンへ向けて、供給系統は、並行する3系統に分かれる。それぞれの液体燃料供給系から予弁が開くと、低圧ターボポンプへ送られる。低圧燃料、ターボポンプは、プリバーナーからの水素リッチガスによって、二段式タービンによって、駆動される、軸流ポンプである。液体水素30から276に、 加圧して高圧燃料ターボポンプへ送る。エンジンの運転中は LPFTP による加圧圧力は HPFTP がキャビテーションを起こさず高速で運転するように供給される。LPFTP は約 16,185RPM で回転する。LPFTP は大きさが 450mMX600mm である。 機体の推進材供給系統に接続され、ルポップから180度の位置に設置される。高圧燃料、ターボポンプは3段式の延伸式ポンプで2段式のタービンで駆動される。LPFTP から送られる液体燃料を1.9から45ンパへ加圧する。HPFTP は約 35,360RPM で回転する。 ターボポンプから吐き出された液体水素はメインバルブを通過して3系統に分離される。1系統は主燃焼室の壁面を通り、液体水素は冷却に使用される。主燃焼室から LPFTP へ送られ、LPFTP のタービンの駆動に用いられる。LPFTP からの一部はコモンマニホールドへつながり外部燃料タンクの加圧に用いられる。 内壁と外壁の間を流れることで、高温のマニホールドの冷却に用いられた液体水素は気化して、主燃焼室へ噴射される。2番目の系統の液体水素の流れは、主燃料弁を通過して、エンジンノズルへ冷却のために送られる。3番目の主燃焼室の冷却弁からの液体水素の流れと合流する。合流した流れは、プリバーナーで燃料と酸化剤が混合される。 HPFTP の大きさは約 550X1100mm である。高温ガスマニホールドにフランジで固定される。オービター整備施設で一番エンジンが搭載される様子。酸化剤と燃料プリバーナーは高温ガスマニホールドに溶接される。燃料と酸化剤はプリバーナーに入り効率よく燃焼する比率で混合される。電気火花点火器は それぞれのプリバーナーの中心部に少燃焼室が位置する。二重系統の電子式点火器はエンジン制御装置によって作動し、エンジン始動からそれぞれのプリバーナーが燃焼するまで使用される。燃焼が自立運転に移行するので約3秒後に停止する。プリバーナーは燃料リッチの高温ガスを生成し、タービンを駆動して高圧ターボポンプを駆動する力を生み出す。 酸化剤プリバーナーで生成したガスは、ハポプと酸化剤プリバーナーのポンプを駆動するタービンへ送られる。燃料プリバーナーで生成したガスは、HPFTP を駆動するタービンへ送られる。ハポプと HPFTP のタービンの速度は、酸化剤と燃料プリバーナーの酸化剤の弁の解度に依存する。これらの弁は、 エンジン制御装置によって解度が制御され、プリバーナーへの液体酸素の流量を加減することで、エンジンの水力を制御する。酸化剤と燃料プリバーナーの酸化剤弁は、液体酸素の流量を加減することにより、プリバーナーの圧力を加減し、それにより、ハポップと HPFTP のタービンの速度を加減して、主燃焼器へ送る。 液体酸素と水素ガスの流量を加減することによってエンジンの水力を加減する。酸化剤と燃料のプリバーナーの弁はともに、いかなるエンジンの出力時でも常に推進剤が6対1の混合比になるようになっている。主酸化剤弁と主燃料弁はエンジンへ送られる液体酸素と液体水素の流量を加減し、それぞれエンジン制御装置によって制御される。 エンジン運転中は、主弁は、完全に開く。STS-117 での打ち上げで運転中の、アトランティス号の主エンジン。冷却剤制御弁は、それぞれのエンジンの冷却剤バイパス管に設置される。エンジン制御装置は、ノズルの温度を制御するために冷却系統への、水素ガスの大半を調整する。燃焼室の冷却剤弁は、 エンジンの始動前に100%開かれる。エンジンの運転中は、百パー100%から出力の設定に応じて100から、最大冷却時の109%まで開かれる。出力の設定は65から100%の間で、冷却剤の路は六は66.4から100%である。それぞれの燃焼室には、 燃料リッチの高温ガスが高温ガスマニホールド、冷却系から送られる。水素と液体酸素ガスは噴射装置から燃焼室に送られ、混合される。燃焼室の噴射装置の中心に点火燃焼室がある。二重常長系点火器はエンジン始動時から燃焼を開始するまで使用される。自律的な燃焼プロセスに入るので点火器は約3秒後に停止する。主噴射装置は、 ドーム状に組み立てられており高温ガスマニホールドと溶接されている。主燃焼室も同様に高温ガスマニホールドとボルトで接合されている。それぞれの燃焼室の内部の表面は、それぞれのノズルの内面の表面と同様に液体水素が流れる、ロー付けされたステンレス管による壁面冷却管によって冷却される。金状に広がるノズルは主燃焼室と、 ボルトで接合される。ノズルは全長2.9メートルで直径は2.4メートルである。ノズルの前端と溶接で接合されている。指示管はオービターによって熱防御されている。熱防御は打ち上げ時におけるノズルの露出部分からの熱放射と軌道から機関時に必要である。絶縁材は金属箔とスクリーンによる4層構造になっている。 スむのノズルは燃焼圧力に対して海面高度で作動できるノズルとしては一般的ではない高膨張比である。ノズルが大きい場合、噴流の流れの剥離が生じて制御が困難になり、機体に損傷を与える可能性がある。それに対してロケットダインの技術者は出口付近のノズルの角度を変化させることで対処した。リム周辺の圧力は4.6から5.7付近に、 上昇することによって流れの剥離を防止した。内部の低圧の部分ではおよそ2プシー以下である。5機の推進剤の弁がそれぞれのエンジンにある。それらは油圧で作動し、エンジン制御装置からの電気信号で制御される。それらは MPS エンジンヘリウム供給システムをバックアップアクチュエーションシステムとして使用することで全て遮断できる。 主酸化剤弁と燃料ブリード弁はエンジンの停止後に使用される。主酸化剤弁は残った液体酸素推進剤を機外へ排出するために開かれ燃料ブリード弁は残った液体水素燃料を機外へ排出するために使用される。排出後弁は閉じられる。ジンバル軸受けは主噴射器とドームアッセンブリーにボルトで固定されエンジンとオービターの間で水力を伝達する。 軸受けは約 290X360mm である。低圧酸素と低圧燃料、ターボポンプはオービターのビブの水力構造物に180度の間隔で固定される。低圧ターボポンプから高圧ターボポンプへの配管は低圧ポンプが固定されていて、水力変更時にエンジンがジンバルで首を振ることに対応するために柔軟性のある蛇腹を使用している。 低圧燃料、ターボポンプから高圧燃料、ターボポンプへの液体水素の配管は空気の液化を防止するために断熱されている。重要な技術革新は統合型制御装置がエンジン自体に含まれることである。このデジタルコンピューターと後に、モトローラ68000プロセッサによる2台の上長系に更新されたシステムは2つのタスクを持つ。一つは、 エンジンと燃焼プロセスの制御と自身を監視することである。すべてのセンサーとアクチュエーターが制御装置だけに直接接続されるようになったことによりエンジンとシャトル間の配線が大幅に簡略化された。このシステムを使用することにより同様にソフトウェアも簡略化され信頼性が向上した。2台の独立したコンピューター AB によって 冗長系のある制御装置を構成する。システム A が故障した場合は運用上の能力を損ねずに自動的にシステム B に切り替わる。システム B が故障した場合は正常にエンジンを停止する。スムの推力は当初は67から109%まで可変であった。後の打ち上げでは104.5%から106または109%が可能である。 真空中の方が大気圧による影響がないので降水力が得られる。シャトルのメインエンジンスペースシャトルの引退後はスむの利用案が複数検討された。一例として2008年頃 NASA は一機あたり40万ドル、80万で売却しようとした。2010年初頭には NASA は無料で譲渡することを計画した。これらのエンジンは最終的に シャトル後継ロケットであるスペースローンチシステムで使用されることとなった。2000年代のコンステレーション計画においてスムはスペースシャトルの技術を使用した無人の超大型ロケットの RSV 並びに有人の RSI のエンジンとして使用されるかに見えた。スムの使用は一見良さそうだったがシャトルの技術を2010年のシャトルの引退後に使用することにはいくつかの欠点があった。 コンステレーション計画は2010年10月に中止されたが同年11月に NASA は超大型ロケットの研究を13社と再交渉した。2011年 NASA は再びスペースシャトルの技術を使用した新しい超大型ロケットであるスペースローンチシステムの開発を発表した。スムは SLS の一段目として採用され2021年の 初打ち上げを目指して開発が進められている。SLS も使い捨てロケットであり、一度の打ち上げで4機のスム、UM、を使用する。スムのノズルの直径は根元が10.3インで末端が90.7インで、全長は121インである。スムの2006年までのミッションで、P&W の資料をもとにした。ありがとうございます。